皆さん、ボコニャジは。さて、今日は本当に巴枝村に帰るよ。森の館とメサの廃校に行ったもんね。それでもうインベントリがパンパンなんだよな。そう。いやー今回は充実した旅だったよ。あとは帰るだけね。ああ。だが心配なのはロケット花火が足りるかどうかだな。そんなに使ってたっけ？あと50個ぐらいだったかな。50個か。距離が1万以上離れてるから心配じゃね？ロケット花火は飛翔時間3だから多分大丈夫だと思うよ。へえ、そうなのか。結構花火ってそんなに使わずに進めるんだな。変に無駄遣いしなかったらかなり伸びるよ。さて、帰ろうか。巴枝村のみんなが僕の帰りを待ってる。誰も待ってなかったりして。というか完全に忘れられてたりして。いやそんなわけないだろ。もう、急いで帰るよ。ただいま、帰ってきたよ。おお、結局ロケット花火は30個も使わなかったのか。節約しながら飛んだからね。さて、戦利品を整理していこうか。メサの廃校に行ったから金鉱石がたくさん集まったもんね。早速自動化窓で焼こうぜ。あ、ちょっと待ってね。やっぱり、全然溶岩バケツがないや。あら、ほとんど使い切っちゃったの？なんだかんだ結構色々焼いてたからね。あ、そうそうここに不死のトーテムを入れてたんだよね。なんで赤のシュルカーボックスなのよ。赤は溶岩バケツで統一してるのかと思ったぜ。いや本来ならそうなんだけどね。さて、今回新たに4つ集めたから。おお、2列目まで行ったか。10個も集まったわね。将来このシュルカーボックスいっぱいにできるかな。あと4回くらい行かなきゃ集まらなさそうね。さて、ちょっと溶岩バケツを組みに行こうかな。あ、ちょっと大量に溶岩バケツがあるじゃないの。あ、そういえば自動化窓を作る前にここに集めてたんだった。結構あるが、このぐらいの量だと実際すぐなくなっちまうよな。そうだね。とりあえずここにある分は下に持っていこう。一回で持っていかないの？効率が悪いんだぜ。まあ、近いからいいじゃん。よし、シュルカーボックスを回収して溶岩バケツを組みに行こう。ねえ、これって新しいシュルカーボックスを簡単にセットできたりしないかしら。あ、ディスペンサーを使えば簡単にできるよ。とりあえず今からネザーに行くからね。大量にバケツを持っていきたいな。さて、今持ってるアイテムは預けていこうかな。よし、オッケー。今ある分のバケツだけでいいの？そうだな。この際新たに大量のバケツを作っちゃおうかな。やっぱりちょっと少なく感じるね。今はアイアンタイタンも動いてることだしバケツを作っちゃってもいいわよね。確か、上のチェストに鉄ブロックがワンスタック近くあったかな。ツルハシは持っていかなきゃか。この鉄ブロックを全部バケツにしちゃおう。インゴットで9倍になるからかなりの量できるわね。うへえ。こんだけあったらしばらくは燃料に困らないな。毎回ネザーに行くのも大変だからね。ちょっとシュルカーボックスが足りないと思うから持ってこよう。どれだけいるかわかんないから全部持っていこうかな。さすがにそれは多すぎだと思うが少ないよりかはマシでしょ。さあ出発だ。地下倉庫に行ってまた別の地下へ。なんかちょっと面倒だよな。確かに。もしかして地下も繋げた方がいいかな。そうね、何気に旧地下倉庫も結構使ってるから繋げた方が便利かもね。ネザーゲートを新たに設置してもいいかもだけどな。そうだな。また考えておくよ。さあ、近くにガストとかいないよね。溶岩を組んでる時に攻撃されたら厄介よね。弓矢は持ってくるべきだったか。よし、シュルカーボックスを設置しようか。よし、組みまくるぞ。調子に乗ってマグマダイブするなよ。いやだからマリサじゃないんだから。だからいい加減にしろよな。あはは。そして何気に溶岩を組みまくるのは結構好きだったり。まあ、コポコポする音も心地いいもんね。よし、シュルカーボックスに入れてと。さあこの繰り返しだね。倍速で一気にやっていこう。今思ったんだけど、ここにも自動化窓があったら便利じゃない？まあ確かに。だがここは地図を広げていくんじゃなかったか？いやまあ、現実的にここまでは広げられないからね。多分、3つぐらい作ってもいいんじゃないかな。3つも？ちょうどいいぐらいのスペースじゃないかな。はい、というわけで3台の自動化窓を作りました。結構な圧迫感ね。というか地図のスペースもギリギリじゃねえか？そうかな。まあ最悪ちょいと右にずらせばいいかな。ねえ、さっき言ってたディスペンサーをつけるのはどうする？うん、壁につけ。あ、階段と被ってるからちょいとダメか？ちょっと見たかったのに。場所を地図の右に持ってたらどうだ？まあ、それなら階段と被らないし問題ないよ。ただまあ、今回はこれで勘弁してね。まあでも、3台あったら焼くスピードも上がるわね。うん、こっちに移設することで整理整頓もやりやすくなるね。あとは地下倉庫もつなげなきゃね。次回やっていこうか。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。